はい、こんにちは。今日はですね、これコメリで見つけた、まあ、アイアンシェルフモノキの、まあ、簡易ラップっていうか、そのキャンプの時によく使っている、まあ、今年ですね、今年の、まあ、9月かな、9月に買ったんですけども、コメリでね、コメリパワーの方で買ってきた、簡易シェルフというふうになります。まあ、キャンプでね、応用して使ってるんですけども、これもともとね、キャンプ用品じゃなかったんですけども、ガーデニング用品で、植木鉢とかはですね、外に置く商品になります。これをですね、まあ、1キュッパーかな、税抜き1キュッパーで売ってたので、コミュニパワーで買ってきました。コミュニパワーの、そうですね、ガーデニングのとこで売っています。自分はですね、こういう感じで、使っていまして、ここにね、こうテーブルを置いて、こういう感じでね、お座敷モードにするときはこういう形にしています。で、上にね、自作のスパイスボックスをこう載せまして、でここにね、ネイチャーハイクのカラトリーケース、ソフトなやつですね。を入れて、まあ、箸とかね。まあ、フォーク。あとナイフとか、トングですね。これをこう、置いて、ね、さっと取り出せるように使っています。というね、横のところもね、こういう風に、シェラカップとかこう引っ掛けられてね、まあ、もうこう引っ掛けられて、まあ、これは、そのみりん置いてますけど、お酒とかもね、酒の瓶の方に置けますし、まあ、ビールも置いていいかなと思います。でテーブルがね、もちろんここにあるので、まあ、すぐこうね、使えるというか、まあ、あると思います。それでね、1キュッパーっていうのは、かなりといいのかなと思います。まあ、こういう感じでね、シェラカップの方を引っ掛けてこう、シェラカップの方をね、こう引っ掛けるところも、こういうふうに、できていますし、でね、これおしゃれにこうやってラグみたいな感じをこう引いてあげればテーブルクロスなんですけども、100均でこう売ってるテーブルクロスなんですけども、引けばおしゃれ感もこう演出できるんじゃないかなと思います。ネイチャーハグのカラトリなんですけども、ネイチャーハグのカラトリもね、こういうふうに裏の方でこうやってね、引っ掛けられるっていうか、バンドにね、留めるようなことできるので、このアイアンの部分、ここにですね、吊るして使うことができます。こうですね。で、こっちも100キロね、よくシェルフとかに使う小物入れなんですけども、こちらもね、ちょっとここを広げてあげれば、これね、簡単にこのね、アイアンのところにこう、引っ掛けられるので、これもね、便利じゃないかなと思います。で、後ろの方はまあ、ちょっとあんま使ってもいないんですけども、まあちょっとね、この100均のこのシェルフのオプションですね。これを持ってきて、なんかね、物をね、こうやって置けるようにしています。まあ、使わない時のまな板とかカッティングボードを自分は置いています。まあ、こういう感じで、これ緑のですね、カッティングボードなんですけども、こういう感じで、先ほどのね、100均のシェラフの、まあ、使い棒っていうか、そういうのを使ってやっています。これでね、目立たなくなってくるんで、これもね、なかなかいいんじゃないかなと自分は、ちょっと思っています。そんでね、折りたたむ、これ、ね、これ非常にコンパクトになるんですよ。ハンドしまいますね。これもハンドします。それからここね、置いてきます。これもね、畳んでいきましょう。のテーブルクロスも片付けて、ね、
ラインを外します。もう簡単にこう外れるので、こういう感じですね。でこれは非常に簡単にですね、このように折りたたむことができます。こういう感じですね。広げるときも、まあ、こうやってやればバッチしないといけます。幅もね、これぐらいしかないので、まあ、20〜30センチかな、25センチぐらいの幅になります。以前のキャンプではね、こういう風にアイアンシェルフを使っています。